皆さん晩はナナカです。今回も青ウーパールーパーを目指して繁殖の方させていきましょう。さて、そうですね、本日は2週分ご用意いたしましたので、こちらやっていきましょうかね。いつもながら企画の方の準備をしますと、まあチェスト1個分もしくはまあラージチェストをですね、まあチェスト2つ分の、ウーパールーパーを繁殖させていきまして、青ウーパーが生まれる、生まれるまでの企画となりますかね。説明って結構難しいよね。予備はないので後で取ってこようかな。いやー、この 3マスの間はすごいうまく動き回るんだよね。すごいよね。ということで、ウーパールーパーの腕前が一歩上だったことを理由に、自分のエイムが悪かったことは特に触れないでおきましょう。そうだな、あと1匹しかないけど、こっちから1匹借りて、はい、1列目が終わりましたので見ていきましょうか。黄色、ピンク色、黄色、白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 、黄色、白ですね。どうしようかな。さあ、どんどん行きましょう。2周目、2列目行きましょう。はい。さて、そろそろ青ウーパー出てきてもいい頃合いだと思うんですけどね。これで、今回で何匹目だ？現在、いくつだろうね。あとで、下にテロップ、動くな。動かないで、テロップかなんか入れて何匹っていうのは入れようかなと思うんですが、今日頑張ったら200匹とか行くのかな。それぐらい来そうな感じはしますね。さあ、2列目終わりました。日も暮れてきまして、夜になるかな、これは。さあ、見ていきましょう。白色、黄色、白色、白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 、黄色。残念でした。さあ、一回寝ましょうかね。敵も湧いてくるだろうし。はい、おはようございます。それじゃあ3列目いきましょうか。ちょうど日の当たりがいい感じになってますか。やっぱシェード入れると綺麗ですよね。シェードじゃねえ、シェーダーだ。ファソモフォビアに持っていかれてる。ファソモフォビアもね、学校の方クリアいたしまして、あとはまあ刑務所とか精神病棟とかのね方をねやっていく予定にはなるんですけども、まあなんせ広いんでね、クリアできるかどうかっていう話ですよね。頑張っていきたいと思います。さあ、これで3列目が終わりました。そろそろさらっと出てきてもいいんじゃない。白色、黄色、白、白、茶色、黄色、茶色、白、白ですね。いや、出ないか、まだ出ませんか。ちょい、一旦ちょっと回収タイムに入ります。はい、準備の方ができましたので、2周目1列目をやっていきましょう。さあ、今度は失敗したら予備がないので、また取りに行く形になるのでやめてほしいところ、言ったそばから。さあ、まだ大丈夫。
はい。あれ一匹足んね。これか。よし、オッケー。第1列目見ていきましょう。黄色、ピンク、黄色、白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 、黄色、白ですね。まあ簡単にいかないかな。さあ2列目いきましょう。ほいほい、はいほい。さあ2周目が終わりますと。さあ見ていきましょうか。白、黄色、白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 、黄色、白、黄色、黄色です。出ないですね。本当に出るのか怪しくなってくるよここまで来ると怪しくなるけどな。どうかな。さあ最後3列目いきましょう。もうこれで出なかったらもうちょっとペースアップした方がいいのかな。でも1匹出たらいいわけだしな。その1匹が出ないもんね。なかなか厳しい感じにはなってきますけど、バイバイ。あー間に合わなかった。一匹取ってくるか。よし、高速で取ってこよう。この前に松明は前にか。もうちょっとなんか固定する方法あんのかな。結構難しいよね、あれ当てありの、まあ、たまに外れたりするっていうだけのお話なんですかね。よしよし。はい。じゃあラストも餌を与えまして、それじゃあ見ていきましょうか。白、黄色、黄色、白、黄色、黄色、白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 ですね。はい、ということでね、今回もなかなかちょっと出なかったですね。いやー、まあ確率なのでああしろこうしろっていうのは何にもできないんですが、まあもうちょっと数増やしてもいいのかなと、まあ後々検討をしていこうかなという感じになりましたね。はい、ということで今回の動画はこんな感じになります。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。じゃあね。